下にあった装置より大掛かりだな。ってことはこれが究極マテリア？究極マテリアじゃない。完成が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあいいわ、通信をつないでちょうだい。はっ。どっちに行かなかしら。うっ、この程度の驚くなんて怖いだろ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。
もう少し私と遊んでいこうかな。ホログラムなんかよりも面白いものを見せてあげる。何が目的だ。探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩どうする。罠だよね、分かってるよ。でも行くしかないでしょ。Thank you.
娘。継続します。現状に使用する個体を選択してください。Go!
頼もしいこと。それじゃあ次はどうかしら。遠くからのお客様に敬意を表して特別なおもてなしを用意したの。こちらへどうぞ。行きましょうか。
にアクチュエーターを見直して。それと、もしもーし。うん？さてと、どうしようかな。何をしている？何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるのか。仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？友達が戦ってるみたいよ。火星に来るっていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？必ず帰ろう。
わんさか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。あれ、あれ、ダメ、開かない。閉じ込められたか。Thank you.
来たんだ。たちを助けに来たとかじゃないよね、これ。対象の侵入を確認。これよりズビエートの戦闘テストを開始する。そんなものはない。ディープ何？僕と兄さんの遊びは。そこどいてくれない？ダメらしいね。血を聞いてみただけ。さあ楽しみましょうか。死んだって変なやつしかいないの？続けましょう。あの黒いの絶対ヤバいよ。闇の中の未来。
存分に感じてください。
お疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。
ドゥルルドゥルドゥ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 ルルドゥ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 ルルドゥ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 ルルドゥ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 ルルドゥ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 ルルドゥドゥ。一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指止まれ。ねえ、バレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよね、カーム。だいたい1日ってところだな。あのね、私のお母さん、1日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は1日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな。ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。どうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。あ、やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。